はい、翔太 T の実家みたいですね。翔太 T の実家ですね。もう朝から頑張って本当に料理してたみたいなんで、うん、行きますか。もうおー、楽しみですね。もうご飯が冷めないやつにね。ご飯が冷めないやつに聞いたことある。まあ、冷めても角田先生ただ気分悪くなるだけでいいんですけど、ね、ロマンチックなことは行わないですから、ね、行わない。すごいね、キティちゃんらしきものが吊るされてますね。いっぱいいますね、キティちゃんらしきもの。キティちゃんとミッキーらしい、緑がいっぱいだ、すごい。セブッチもいる。久しぶり。こんにちは。こんにちは。こんにちは。みんなブロンブロンしてる。美味しい。そう。美味しい。そうなの。そうか。食べなくても分かる美味しそうな料理さ。食べなくてもいいですね。うん。食べる前から。これ三枚肉？楽天から三枚肉、沖縄料理だ。すごい。伊良部島のハーリー祭りってがあるんだけど、それでよく作ってる料理だって。すげえうまそう。美味しそうだな。待てができない犬なりそうだ。確かにな。食べますか。じゃあいただきます。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 これ美味しい。おお、美味しい。うまっ。すごい染みてそうだね。うまい。いただきます。ご飯すんな、ほら。うまっ。いただきます。この汁に入ってるのパヤオについてる皮ハギ。皮ハギ。皮ハギでっか。皮ハギに100歳ですか。いっぱいアミルスクエル。アミルスクエル。アミルスクエル。皮ハギの人汁ちょっと。あ、おいしい。あ、身がホクホクしてる。網で作った味がする。言わなくても。やっぱ釣りすると筋肉使うから身が固くなるんですよ。作ってるから柔らかい。やっぱ分かるんすね。もう嘘だけど。こんな感じが人だけ。大根柔らかいし甘いな。うん、甘い。で、川口先生はある程度一応メニュー見て叙々苑行きましたね。いないと思ったら。ある程度一応見て一晩売れたらすぐ変わるから。バンバンミニ焼きつけとけよお前。売れっぽなった瞬間すぐ叙々苑行くようになるから。ご飯見て。もちろん冗談です。電話電話対応しますよ。忙しいですか。売れても徐々に行くような男なんだよ。たけしさん、じゃあ、あーん行きましょう。あーんこ、あーん。おお、すごい、もう空が早くない。見て。これは、なんていうのかな。口なじ。口なじと、耳じゃ。耳じゃ、あ、耳じゃ美味しいぞ。耳じゃとても美味しいんですよ。川口先生、戻ってくる可能性あるな。あ、ちょっと見たら出てきてる。徐々にキャンセルする。ジョルトキャンっていう通称。徐々にキャンセルする。しょうがないんで。ちょっとしょうがないな。あ、これが。もうハロウィンだってはもう忘れてますからね、撮影を。ひたすら食うってもうこの具と予想って食う。ご飯の時は撮影がいて言ってますからね。でなんかもうそうだね。チーム使っていいですか。どうぞ。しっかりしてる。すごい、全部美味しいね。川口先生戻ってきました。あ、すみません、ちょっと申し訳ないです。満席だったら満席だったらです。徐々に行ってるっていう流れだったんですけど、大丈夫かな。メニューを一品見て徐々に行ったって。これ見たら徐々に行けないですよ。無人島で30キロって GT 伝わったんですよ。それも多いわいなってけど、だから釣った人は呼ばれてないっていう。釣った人いないね。あの翔さんもどこにもいない。寝てるみたいですね。うん、休んでる。結構ハードだったんだよ、雨も降って。でも大雨降って大変でしたね。雷も落ちて、うん、これとこの3つは
土砂降り、みんなびしょ濡れ、うん、寒かったな、寒かったな、やっぱ雨に降られると寒い、寒いっすか、寒いっす、あやっぱ寒いんだ、風も吹いてるんで、あすぐ体温下がりますね。スイカまでデザート待ったんだ、あ夏と言ったらこれ、うん、夏と言ったらスイカですわ夏と言ったらね、ハーリーコースイカ、ハーリーコースイカ、そういう風習があるんですね置く場所ないね、片付けるか、美味しかった、これお腹いっぱいって言わないと無限に来るんですよ口直し的な感じで出されたみたいな感じ甘い甘い、本当ですか、じゃあ食べないのか久しぶりに食べた、いきます、うまっ久しぶりに食った、うまい、セミの鳴き声も聞こえるぐらい、うん、夏、夏を感じれる、鳴き声は聞こえないな。スイカは野菜って言われてるけど野菜じゃないから。甘い。果物だ。言われてるな。メロンも野菜って言われてるね。絶対果物だろ。言いたいですよ。このばかりで。全国に訴えたいです。スイカは果物。果物だ。野菜。野菜。あれ？スイカって野菜なんですか？メロンも野菜らしいよ。ベジタリアンと思ってたけど食べられない野菜があった。どういうこと？誰がベジタリアンだ？自分ベジタリアンです。まあじゃあ食べられるんだ。でもちょっとね。スイカ苦手なの？スイカメロンダメです。その甘いものが。うん。果物はなんかお腹いっぱいの時でも入るんですけど。うん野菜は、あの、野菜時しか入らないんですよ今これ、沖縄の人は大爆笑してる、大爆笑してる、川口さんは多分わからない、今こっち笑ってたけど、川口さん笑ってなかった、それが今、パソコンの前で起きてるだけ、ね、起きてますねこの動画アップされたって動画見てからも楽しみですね、はい昔より種が減ってる感じしますね、スイカ昔より昔のスイカどんな感じだったのこれだけしかないですよ少なくないですかあ飲んでるよ多分竹地さんは種飲む派だねえ種全然あ、マジ種噛む派ですパリパリするスイカ版の種もどんどん噛んでいくんだよまあそれは食べれるからね同じだろっていう感じですよチョコレートですね来年の夏に花からスイカが出るかもしれない芽が出る1年経った出産の痛みで花からスイカあの表現誰からやったのかしら全然意味わかんないです花からスイカ出てくるって死ぬだろって普通に考えて死ぬよ女性の方も死ぬだろ花からスイカ出てきた冷静に考えたら死ぬよねそういう表現の仕方する表現だし花からキュウリぐらいだったらあー痛そうだな確かに痛いなー想像絶対させないですからね里が下手すぎるだろ最初考えたやつはい、ごちそうさまでしたごちそうさまでしたこんな贅沢、ありがたいですもんごちそうさまでしたこれでよかった美味しかったですねすごい豪華でしたねこちらゲストハウスなんていうんですかこちらゲストハウスに戻りますかそうですね、快適なちょっと一回戻りましょう、はい、ごちそうさまでしたごちそうさまでした普通のつまみ情報とは違うネタ切れ感がすごいおお眠りたいですね後ろにいるやつですよ、これ音がこれ痩せなくていいやと思ういただきます、うん、そこから食うのなんか、手料理 AV 男優みたいな恋人ってるめっちゃまた新たな依頼そうですね待ってるぜ
土下座して自分で謝ってきました。俺がかっこいいっすキャズガブーってかわる止めればもっとかっこよく産んでほしかったです。何か言って何か言って待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 って